気分どう？え、あ、もう大丈夫だから。市川の掃除よかった、ここにいた。掃除すっげーよかった、めっちゃ響いたよ。山田さん、ちょっといい？もうちょっと寝とく。ご卒業おめでとうございます。ありがとう。あの日の僕じゃない、こうしてこうしてこうだ。高校行ってもサッカー続けるんですか？サッカー好きなんだなって。ともよくサッカー部の練習見てたから。ちょっと待った、とかやらないんです。こんなのただの儀式だもん。その点山田さんはすごいよね。山田さんが頑張っていると俺も嬉しいし、俺とは違ってかっこいい。同じだって、違う違う、好きだ。第二ボタン受け取ってほしい。わかります。え、あ、いや、でいつか嫌われるんじゃないかって、頑張ってるのを見ると嬉しいとか、だから、私好きな人がいるんです。だからごめんなさい、受け取れないんです。僕は知っている、ヤマト、どう思って泣く感情を。僕が好きなんだ。ん、俺の式は終わり、春休み入ったら連絡するよ。教えてくれたんだ、ヤマダさんの連絡先。そんな嘘言わないでください。なんで最後にあんな嫌われるような嘘言ったの？そしたら道場から恋が始まっちゃうじゃん。おいおい、せっかく二人きりに。え？え？